ジョッキーマスターズは、日本中央競馬会が行う競馬の引退機種によるエキシビション競争である。2007年4月に、東京競馬場に、新スタンド、富士ビュースタンドが完成するのを記念して、同年4月22日の第2回東京競馬、第2日の最終競争終了後に、東京競馬第13競争として、芝コース1600メートルの条件で行われた。4月10日に、 枠順が4月19日に騎乗馬がそれぞれ発表された。出場する機種は同競馬場で行われる東京優秀及び優秀品馬優勝経験のある元機種で行われ、使用する競争馬は JRA 競馬学校に所属する総侶馬を用いた。レースで使われたゼッケンなどはレース終了後オークションに出され、収益は能登半島地震義援金として寄付された。 エキシビション競争のため馬券の発売は行われなかったが、ウィンズ立川では3月24日から4月15日の間に優勝機種予想クイズを行い、的中者の中から抽選で、富士ビュースタンドの招待券が当たるキャンペーンを行った。また当日の東京競馬場では記念ウォッズカードを応援記念馬券の代わりとして発売して的中すると、抽選で、 勝利騎手の勝負服やレース記念 T シャツ、ターフィーグッズなどが、的中車全員に、プレゼントされた。なお、オッズカードの収益も義援金として寄付された。なお、当レースの実況席には、元、関西テレビのアナウンサーである、杉本清評論家である、鈴木敏子、現役騎手を代表して、田中勝春が座り、誘導馬の安状は、横山則弘。 後藤裕樹と元騎手の細江純子、スターターは柴田正人、プレゼンターは北京五輪野球日本代表コーチの山本浩二、JRA 理事長の高橋正幸が務めた。パドックでは安田孝義、郷原博之の姿もあった。また本馬場,場入場、スタートのファンファーレなどはすべて東京競馬場の GI レースの形式に則っ,って行われた。また、 当時すでに廃止されていた着順確定時に行われる整列を行った。名前は五十音順レースでは場所の許可を得た上で当時着用したものと同じ柄の勝負服を使用。複数勝利した機種は太字で表示した馬の勝負服を着用した。なお、岡部以外は全員レース当時の JRA 所属長教師である。第1回の開催に際しては下記のような問題が発生し、 競馬マスコミの間で話題となった。準備期間の短さ本レースの開催構想が明らかになったのは同年1月のことであり、すでに機種を引退して久しい人間が再度レースに、起乗できる状態にまで体を鍛え直すには時間が不足しているとして、参加を見送らざるを得なかった元機種も複数いた。また参加が決定した元機種に対しても起乗場や、 勝負服に関する詳細がなかなか連絡されなかったと言われており、一時は開催そのものが不安視されたこともあった。また、以前から構想があったものの、一向に進展しないことからマスコミにこの構想の存在を明らかにしたのは根本である。競争条件第1回の結果を見てもわかるように、負担重量は参加者の体重によってバラバラであり、 上記のように準備期間が不足しまた元機種に対し、現役の機種並みの減量を求めるのは酷であるということを差し引いても、競争条件が同一とは言い難い状態であった。また距離、コースについても、第2回以降変更を求める意見もあり、特に東京競馬場以外でも、同様のレースの開催を求める声が多い。練習環境本来、トレセンや競馬場における、 競争場への騎乗は JRA に席のあるものでないと行えないという関係から、機種引退後当時、JRA の席から離れて活動していた岡部に、対し、騎乗に関する練習環境を提供できないという問題も発生した。この時は、JRA 側が、調教終了後の時間帯に、トレセンの馬場を開放し、乗馬に転用されている。 元競走馬を使うことで特別に機場練習を行える環境を用意したが、今後岡部と同様に競馬サークルの席を離れて活動している元機種が参戦する場合には同様の問題が発生すると考えられている。テレビ中継第1回のレースは、地上波の競馬中継では放送が行われず、場外か中馬投票券発売所の場内テレビ及び、 グリーンチャンネルで放送が行われたのみであった。第2回ジョッキーマスターズ第32回アジア競馬会議が日本で開催されることから2008年11月9日をアジア競馬会議でとし記念イベントとして第2回のジョッキーマスターズが東京競馬場で行われた。第1回同様最終レース終了後に行われ、コースも同様に芝コース1600メートルで行われた。 名前は五十音順なお今回の起乗馬は、現役から引退して間もない JRA の下、競争馬が選定され、レースまでの状況を岡部幸男が管理し、現役騎手も状況をつけている。その後抽選により各起乗馬が決定された。レースの実況には前回と同じく元、関西テレビのアナウンサーである、杉本、レース解説を後藤博樹、根本康博が務めた。 杉本が実況だった関係で、杉本以外の司会進行役には、フジテレビジョン、みんなの競馬、関係者が起用され鈴木俊子、河合俊一、細江淳子が務めた。馬場取島リーンを、日本騎士クラブ会長の柴田義富が務め、パドックでの引き馬役には、松岡正海、小林淳一、佐藤哲造、伊藤匠信、内田博之、北村博史、石橋治。 田中博康の各騎手が担当した。誘導馬には日本馬として初めてジャパンカップを制したカツエースに騎乗した西浦勝一が騎乗。現役騎手からは柴田義富、横山紀り田中勝春、海老名正義、武士、沢雄二が誘導馬に騎乗した。ウィナーズサークルでのスターター役は小島太志が務めた。またラジオ日系は 第一放送の中央競馬実況中継の放送時間を延長して東京競馬の後半のレースを担当した船山陽次の実況でレースの模様を生中継。だが前期の関係で競馬場内では杉本の実況が公式として放送された。第一回同様、公表のうちに幕を閉じたが以下のような問題点があった。天候当日はあいにく低い雲が立ち込めており、 昼までも暗いような状況であった。なおかつ11月のレース終了後なので日没の時間近くにレースが行われ、実質ナイター競馬のような状況で行われた。3コーナーの大ケヤキ付近を通過した際、杉本の実況でも暗くてよく見えませんというほどだった。このレースの実験は、試行地に木文字のものが使われていた。また、 蒸気のような天候のためかパドックでフラッシュ撮影するファンが多く、鈴木が何度も注意を促していた。負担重量第1回同様、機種による負担重量の差が大きくなった。佐々木が 52kg であるのに対しロバーツは 62kg と半月戦でも滅多にありえないような負担重量の差となった。本馬場入場の際、杉本はロバーツの負担重量に対し、 ドイツでちょっと遊びすぎたのか、6 2ラムと実況し、解説の後藤も、今年は若干1名太りすぎのジョッキーがいる。彼に馬に乗れるのかと聞いたら、ノーと言ってました。と解説したほどである。5 8ラムの未来に対しても、ちょっと太って5 8ラムと実況している。アナウンスレース終了後にチャリティーオークションが行われたが、 そのオークションイベント終了のアナウンスで、現在京王線が運転見合わせとあったが実際に運転を見合わせていたのは JR 中央線快速電車であった。そのため京王線の府中競馬正門前駅では、京王線は全線平常通りの運行です。現在運転を見合わせているのは JR 中央線です。と、急遽アナウンスすると混乱した光景が見られた。 ありがとうございます。